皆さんこんにちは。千葉工業大学の藤井健です。これより建築地震応答評価入門、その後として部材の復元力特性についてお話しします。今回は部材の復元力特性とダメージ評価の考え方についてお話しします。前半では復元力特性についてお話しします。はじめに復元力モデルとは何かについて解説します。 次に、最も単純な復元力モデルの例として、ノーマルバイリニアモデルについて解説します。その後、やや複雑な合成低下型バイリニアモデルについて解説します。さらに、その他の復元力モデルについて解説します。本事業では、骨組みモデルでよく用いられる非線形曲げバネ並びに線段バネに対応されるモデルを紹介します。 そのため材料レベルのモデル化についてはここでは対象外としますこちらの写真は2016年に発生した熊本地震で大きな被害を受けた RC 造建築物です建築物がこのように大きな被害に至るまでを解析したいと考えたとしますこの時は建築物を構成する部材の挙動が断性範囲を超えてしまいます これをどのように扱えばいいかがここでの問題となります。そこで RC 像部材を対象とした実験で得られたいくつかの挙動を紹介します。こちらには RC 像のクリアスパンの大きい柱部材の実験の例を示しています。この柱部材では端部に曲げ幸福が生じて曲げひび割れが観察されています。右側には 縦軸に柱の復元力を横軸に変形を取ったグラフを示しています正側を見ると変形が増大すると復元力が緩やかに増大していることがわかります負側も同様の挙動ですしたがってこの部材では断性範囲を超えた後は剛性が低下しつつも復元力は変位の増大とともに緩やかに増大していることになります 次に繰り返し最下により生じたループを見てみます。ループの挙動は逆 S 字型に近い複雑なループとなっています。こちらには RC 像のクリアスパンの小さい柱部材の実験の例を示しています。この部材では柱全体を斜めに横切る大きなせん断ひび割れが見られました。これはせん断破壊が発生したことを示しています。 右側には縦軸に柱の復元力を横軸に変形を取ったグラフを示しています。正側を見ると変形があるレベルを超えると大きく低下していることがわかります。負側も同様の挙動です。したがってこの部材ではある変形レベルに達した後では大きな体力低下が生じてしまうことになります。次に繰り返し再下により生じたループを見てみます。 こちらのループの形状は体力の低下を伴う複雑なループとなっていますこのように同じ rc 層であっても復元力と変異形の関係が大きく異なりますこれを扱うために復元力モデルと呼ばれるものを用いますこれは部材の地震応答における繰り返し挙動を模擬するためのものです左図に 復元力モデルを模式的に示したものを示しますこのモデルは構造形式や破壊形式による合成体力の変化やエネルギー吸収の違いを反映させたものですしたがってこれは構造物の非線形応答を決定づける非常に重要なモデルとなります。これからこの復元力モデルについて考えていくこととします。 構造物が男性範囲を超えて挙動するとき、部材の復元力 FR はここでは変異の関数という表現で表しておきます。ここで非線形解析では少しずつ変異を変えていくと考えることとします。つまり変異の増分を δ d とした時これが十分に小さいとします。 左図の状態を考えたとき、次のステップでの復元力は前のステップでの復元力と変異増分とこのステップでの傾きを使って式2のように書くことができます。このことを区分線形化と呼ぶことがあります。解析の時復元力モデルは以下の役割をします。はじめに入力データとして現ステップでの変異 ND 復元力 NFR、瞬間合成 NKT、増分変位 NΔD を与えます。復元力モデルの中では、式3を使って、次のステップでの変位 N±1D、見かけの復元力 N±1FR を計算します。 ここで見かけの復元力というのは瞬間合成がステップのの途中でで変化しないと考えた時の復元力です。一方ステップの途中で合成が変化することもあるので復元力モデルでは次のステップでの変異 n+1d に対応する真の復元力並びに次のステップでの瞬間合成 n+1kt を求めます。 これより、次のステップでの見かけの復元力と真の復元力の差を計算します。これは、このステップで生じた不釣り合い力となります。これは、次のステップで処理することになります。次に、復元力特性を決めるのに必要な骨格曲線の例を示します。骨格曲線というのは、スケルトンカーブとも呼ばれるもので、単調細化における復元力と変位の 関係ですここでは最も単純な二折れ線型を示します必要なパラメータは初期合成 KE 降伏体力 FY 降伏後の合成低下率 α です降伏変異はこちらの式5より降伏体力と初期合成から得られます先ほどの二折れ線型についてもう少し詳しく説明します ここでは政府対象な骨格曲線を考えることとします。この時、男性範囲では式6で復元力と変異の関係を表すことができます。線形弾性挙動と同じになります。一方、正側幸福では式7で表すことができます。同様に副側幸福では式8で表すことができます。 繰り返しのルールの例として、ノーマルバイリニアモデルを説明します。これは変形能力の高い S 増部材、並びに強度上昇のない履歴ダンパー等で広く使用されます。このモデルでは以下の3つのルールを考えます。ルール1は弾性範囲です。復元力と変位の関係は先ほどの式6で表されます。 次のルールには降伏して骨格曲線上を移動する場合です復元力と変異の関係は先ほどの式7ないし8で表されます一方次のルール3は除下ですこの時の復元力と変異の関係は除下が生じた点に依存しますこのモデルでは除下合成は初期合成 ke と等しいと考えます加えてルール3において 降伏体力 f i の2倍の除下が生じると、今度は逆方向に降伏してルール2に移ります。これからノーマルバイリニアモデルの挙動を例を使って理解を深めることとします。例の骨格曲線ですが、初期合成 KE を2万 kNm、降伏体力 f i を 200kN、合成低下率 α を0.01とします。 この時の航空変異は 0.01m となります。これに対し変異履歴は正方向へ 0.04m 再下した後変異振幅 0.04m で1.5サイクルとします。はじめに正方向へ再下です。変異が 0.01m の点 A にて正方向の降伏が生じます。 この時の復元力は200キロニュートンです。さらに変形が進んだ点 B では変位が0.04メートルです。この時の復元力はこちらの式より206キロニュートンとなります。ここで点 A から B にかけての瞬間合成は初期合成200キロ,、えっと、2万キロニュートンバーメートルの0.01倍で200キロニュートンとなっている点に注意してください。 次に不方向に再開します。除荷となるので、瞬間合成は初期合成2万キロニュートンパーメートルです。点 b から幸福体力200キロニュートンの2倍だけ除荷した点を点 c とします。ここの変異は0.0。4メートルから瞬間合成2万キロニュートンパーメートルで200キロニュートンの2倍だけ除荷した点であるので、0.0。2メートルとなります。 この時の復元力は206から 2×200 を引いてマイナス 194kN となります。ここで、この復元力の変化分が幸福体力の2倍であることをもう一度確認をしておいてください。さらに、不方向へ再加して変異、変位がマイナス 0.04m になった点を点 D とします。この時の復元力は、 瞬間合成が再び200キロニュートンパーメートルになったことを考慮すると、マイナス206キロニュートンとなります。次は正方向に再開します。点 D から、幸福体力200キロニュートンの2倍だけ除化した点を点 E とします。この時の変位はマイナス0.02メートルです。 この時の復元力はマイナス206足す2倍の200でプラス194キロニュートンとなります。点 E からさらに正方向へ再加して再び点 B に至ります。この時の変位は0.04メートル、復元力は200 6キロニュートンです。 再び不方向に再加します。今度は先ほどと同じループ上を通ります。点 C では変位は0.02メートル、復元力は -194 キロニュートンです。さらに再加が進んで点 D に至ります。変位は -0.04 メートル、復元力は -206 キロニュートンです。以上で再加は終了です。 次に合成低下型バイリニアモデルの説明をしますこれは変形能力の高い RC 増部材のモデルとして用いられます先ほどのノーマルバイリニアモデルと比べやや複雑になりますこのモデルでのポイントの一つ目は経験した最大変位 DMAX の大きさに応じて除下合成が低下することです 除化合成は初期合成に最大変異 DMAX 分の幸福変異 DY の平方根をかけたものとして定義します。なおこの除下合成は政府で経験した最大変異に応じて異なります。つまり正側と負側で最大変異の大きさが異なる場合除下合成は正側負側で別になります。 2つ目のポイントは復元力ががの点点でで変化する点です。る図中の円で示した各点において合成が変化している点に注意してください。復元力が0を過ぎたあとは逆方向で幸福が生じる前は幸福点幸福が生じたあとは経験した最大点を目指します。この性質を最大点思考と呼ぶことがあります。 3つ目のポイントは、ループ内に小ループがある点です。すなわち、ループ途中で除化が生じると、さらに小さいループに移るということです。これから先ほどのノーマルバイリニアモデルの例の骨格曲線と同じものを使って、合成低下型バイリニアモデルの挙動について理解を深めることとします。 はじめに正方向へ再加です。変位が0.01メートルの点 A において、正側の降伏が生じました。この時の復元力は200キロニュートンです。さらに変形が進んだ点 B では、降伏変位が0.04メートルです。この時の復元力はこちらの式より206キロニュートンとなります。ここまではノーマルバイリニアモデルと同じ挙動です。 次に正方向の除下を行います除下合成 Kr ですが最大変異が 0.04m 降伏変異が 0.01m であることから1万 k n ルとなります除下をして復元力が0の点 c に至りますこの時の変異はこちらより 0.0194m となりました次いで不方向への再化を行います 負側では幸福がまだ生じていないため負方向への再化は幸福点を目指すことになります。負側の幸福点を点 D とします。この時の変異はス0 0 1 m 復元力はス2 0 0 k n です。さらに再化を進めて変異がス0 0 4 m に至りました。この点を点 E とします。 この時の復元力はマイナス 206k ニュートンとなりました。次に、不方向への除架を行います。除架合成 KR ですが、不方向の最大変位がマイナス 0.04m、降伏変位が 0.01m であることから、1万 k ニュートンパーメートルとなります。除架をして、復元力が 0.0F に至ります。 この時の変位はマイナス0.0194メートルとなりました。続いて正方向への再加を行います。正側ではすでに回復が生じているため、正方向の再加は先ほどの最大点である点 B を目指すことになります。点 B に至りました。この時の変位は0.04メートル、復元力は206キロニュートンです。 いいで除化を行います。点 C に至った時変異は 0.0194m 復元力は0ですその後不方向への再化となります今度は不側も降伏しているため不方向の再化は先ほどの最大点である点 E を目指すことになります点 E に至った時変異は0 0 4 m 復元力はマイナス206キロニュートンです。以上で再加が終了となります。このように合成低下型では1度目と2度目でループが異なります。これより復元力のなす仕事を考えます。復元力のなす仕事は累積歪みエネルギー Eh と等しくなります。累積歪みエネルギー Eh はこちらの式10で表されます。 左の図ではこの4つの領域での累積歪みエネルギーの増分の和となります。ここで図中の黄色は累積歪みエネルギーの増分が正赤色は負であることを示しています。なお3番目のオレンジに見える領域は2番目の黄色の領域と重なっている点に注意をしてください。ここで、 左図の点 i での変異を id 復元力を ifr とすると i 番目での累積歪みエネルギーの増分は式12で示された台形の面積の式で計算できます。なお i=1 すなわち1番目の累積歪みエネルギーの増分は式13で示された直角三角形の面積の式で計算できます。 次に3折れ線型の骨格曲線の例を示します。この3折れ線型はトリリニア型とも呼ばれるもので RC 部材で広く用いられます。これで必要なパラメーターは初期合成 KE、ひび割れ体力 FC、幸福体力 FI、第2折れ線の合成低下率 α1、第3折れ線の合成低下率 α2 です。 なおこの復元力特性を定義するのに式14の降伏点滑線合成低下率 αY を用いることもよく行われますここで3三ル線型の復元力モデルの例を示します一つ目が合成低下型ドリリニアモデルですこれはもともと無等モデルと呼ばれるモデルについて除下合成を修正したものです このモデルは、破壊する RC 部材で使用されます。このモデルでは降伏前は繰り返しのエネルギー吸収がなく降伏後の除去合成 KR を最大変異に応じて低下させるモデルです。先ほどの合成低下型バイリニアモデルの3折れ線型と考えてください。 このモデルに対し政府交番再火を行った時の復元力と変異の関係を示しますこのモデルでは曲げ破壊型 RC 造部材に特徴的な防水系の履歴ループを描きます履歴吸収エネルギーの大きいことが特徴です次に減点思考型モデルを示します政府交番再火を行った時の復元力と変異の関係を左図に示します このモデルは主にエネルギー吸収の期待できない RC 増部材で使用されます。このモデルの特徴は簡便であること、並びに繰り返しによるエネルギー吸収のないことです。加えて、このモデルは減点指向のため、復元力がゼロの時、変形がゼロとなります。したがって、地震終了後の残留変形が実際のものとは異なる点に注意が必要です。 次に、体力低下を伴う復元力モデルの例を示します。こちらは不勾配モデルです。このモデルについて、政府勾番再開を行った時の復元力と変異の関係を左図に示します。このモデルは、センダー破壊する RC 増部材のモデルとして使用されます。この部材は国家曲線を不勾配領域を含む4折れ線に拡張して、体力低下を考慮しています。 これにより最初にお見せした線弾破壊する柱部材の実験での体力低下ををすすするる挙動を模擬することができますなお繰り返しのルールは先ほどの減点思考型を採用していますそのため繰り返しによるエネルギー吸収はなくかつ復元力ゼゼロの時変位はゼロの変はになります次に履歴型ダンパーモデルの例を示します。 これは低降伏天候を用いたブレース型並びに先端パネル型の鋼材ダンパーで使われているものですこのモデルでは変位振幅により降伏強度が高くなる現象を模擬していますここでは降伏強度の下限値を F1D 降伏強度の上限値を F2D としています加えて強度上昇のパラベータとしてこちらのベータ値を設定します こちらに間柱型ダンパーを用いた骨組みの応答解析の例を示します。ここでは降伏強度の比、すなわち F1D 分の F2D を1.5と仮定した場合の例を示しています。こちらの図よりダンパーの応力は最初は下限値 F1D で降伏し、その後上限値である F2D まで上昇していることが確認できます。 以上前半のまとめですここでは部材の復元力特性について説明しましたはじめに復元力特性のモデルの意味について説明しました復元力特性は部材の地震応答における繰り返し挙動を模擬するためのものですそして構造形式や破壊形式による合成体力の変化やエネルギー吸収の違いを反映させたものであるということを説明しました 次に、二折れ線型でノーマルバイリニアモデルと合成低下型バイリニアモデルの比較を行いました。その後、3折れ線型、トリリニア型の復元力モデルのなどを説明しました。以上で説明を終わります。後半では、この復元力特性を用いたダメージ評価の考え方について解説します。最後までご覧いただきありがとうございました。